うもこんにちは、木更津です。素晴らしきこの世界実況プレイパート29、今回も続きをやっていきたいと思います。で、ヨシュアに装備何もつけてなかったので、こんな感じでつけてみました。コーディネートは関係ないです。能力が上がるかどうかだけでつけてます。これと前回入手したブルーメリアピアスと、ブラックスキニーとジージャンとパープルスニーカーつけてます。でもって防御力が0でネクも0だったので、どちらもこのポテトフライを食べさせて防御力口が回らなくてすいません、1ずつ上げています。で、2個目を今まだ消化できてない状態です。ヨシュアの方が装備品をいろいろやってあるので、攻撃力プラス12と防御力プラス13となってます。それに対してネクは攻撃力がプラス7と防御力プラス8と、全然装備に差があるんですけど、まあネクの方はアビリティがある関係もあって、ヨシュア専用のアビリティがついている装備品をまだ持っていないので、適当に本当につけました。そしてなんとヨシュア勇気がネクより低いという、なんてこった、76しかねえや、何もつけれねえじゃねえかって思ったんですけど、まあ意外とそれなりに装備品はありました。で、今回はルート3である道路でしたね。確かモルコ前とか門井の方にある道に行けって言われたんですけど、ここに死神がいるのでそっち行ってみたいと思います。なんだお前ら、この道を通りたいのか。この道を通りにはちょっと勇気が必要だぜ。おい、そこのお前。僕？そうだ、お前の装備すべてをナチュラルパピーで揃えてこい。ちょっとさっき装備やったばっかりなのにまた帰ろって。それができたら通してやらないでもないかもよ。しょうがないな、すべてナチュラルパピーね。ナチュラルパピー一個もねえや。この装備覚えておいて後で元に戻しましょう。ということでナチュラルパピーないかな。ナチュラルパピー、あ、これか。最低なコーディネートになりそうだな、おい。ナチュラルパピー何色だっけ。ナチュラルパピーピンクはこれでしょ。あ、ナチュラルパピーは水色ですね、背景の色が。あ、はいはい、これ取ってこれつけて、ナチュラルパピーないじゃん。勇気が足りない、これをつける勇気がないよ。ナチュラルパピーなんかあるかな。ないよ。じゃあまだここは通れない感じですね。じゃあ装備を戻そう。あ、はいはい、いませんね。装備を戻して別の場所行ってナチュラルパピーの装備品をやって、それからですね、よし、まだこの死神さんは無理と。あ、こっちも行けるんだ。で、ちょっとですね、式編が終わって予習編になって、めっちゃ右下に死神さんいる。予習編になりまして、2日目なんですけど、出てくる敵が変わりました。ということでバトルをしてお見せしたいと思います。
カンガルーみたいなやつとヘビみたいなやつと、あと戦闘中のヨシュアのコメントも注目ですね。なかなか楽しめたよ。はい、楽しんでいただけたようです。あれ、あ、いたいた。全部ヘビって初めて見た。これさっきの出た氷みたいなフリーズ現象ですね。あれは前回入手した永遠なれ氷の魂っていうバッジですね。ただ相手の動きを封じるだけという何の攻撃にもならないあれなんですけど、なんとなくとりあえずマスターバッジにしようかなと思って今育てています。レベル上がったら即変えますよ。ポテトフライ消化したようなのでもう一回食べさせましょうか。本当は勇気をあげたいところなんですけど、勇気あげたところで今ちゃんと装備できるいい装備品をまだ買っていないので、防御力を先にあげています。弱っちいんだもん。だって普通だな。最初に装備品を何もヨシュアがつけてなかった時に2連戦したら、ヨシュアが半分以上装備じゃないや、ヒットポイントですね、減らされまして、でヒットポイント減ってるのは自分自身なのにもかかわらず、戦闘中のボイスでネク君危ないって言ったんですよ。いやいや危ないのはお前だろっていう話で、それで装備を整えようと思って一回やったんですけど、はい、じゃあ続きやっていきましょう。またデパート入るとお買い物会になるので死神に話しかけたいと思います。この道を通りたければこのエリアで人に取り付いたノイズをすべて倒せ。え、人に取り付いたノイズいた？今スキャンした時。あ、フラグを立ててからやれってことですね。あ、動きが早いよ。全部消してやる。いやカンガルーさん、もういいよ。もう上の方でヨシュアがまだこれからとかもういいよとか言ってるのがかくれんぼに聞こえてしょうがないんですよね。なかなか楽しめたよ。で、このキャラクターもたまに出てきますよね。マコトくんの仕事手伝ってた時にも出てきましたしね。ネクくん、よろしく。それ、さよなら。任せろ。クソ。プッシュしたのがうまくいかなかった。相手をフリーズさせようとしたんですけどね。そう、こっちで敵を倒すとさすがネク君って言ってくれるんですよね、ヨシュアが。うん、そうだよな。勝負には勝たないと意味がない。英雄バッジはこの大会でしか手に入らないんだ。今日こそあのバッジを使う時だ。よし、モルコに急ごう。お前誰だし、誠くんのお仕事の会の時に出てきてたちょいキャラですね。モルコでマーブルスラッシュ大会か。大会の優勝賞金は英雄バッジ。金のバッジだね。そうか、これか。そのようだね。今回のミッションは英雄バッジ入手の可能性が高いね。よし、モルコへ行くぞ。アタックプラスをゲット。ヨシュア専用。
四季専用じゃなくなったんですね。ヨシュア専用。ヨシュアの攻撃力がアップする。集めた枚数が増えるとさらにアップする。ということで死神に話しかければ通してもらえるんじゃないかな。条件達成を確認した。この壁を解放する。1万円をゲット。 お小遣いもらったぜ。おい、生きてるか。なんとかね。つか、なんなのよあれ。あ、そっか、前になんか来てえー、ってなったところでこの二人の死神コンビのイベントが終わったんでしたよね、確か。死神を襲うノイズ、そんなのありえない。誰かが作り出したんだろう、禁断ノイズをさ。まさかまさかまさか、ここでビートがやったっていうとか、そんなことないですよね。死神は角バッジとなんだっけ、魂だっけ、角バッジとなんかを組み合わせてノイズを作って参加者を襲わせることができる。ノイズを作れるのは死神っていうのは、ライムがいなくなった時にビートはこいつらから聞いて知ってたので、それで死神になって逆に死神を襲うノイズを作ったとか、うん、違うかもしれない。うん、わかんないや。禁断ノイズ？それって重罪よ。誰の仕業？どうやらゲームの時間だな。勝負はどちらが早く犯人を見つけ出すかってことで。商品はまたラーメンなのかな。ふざけてる場合じゃないわ。まず幹部へ報告よ。うん、まず幹部へ報告ね。またイベントが変なところで終わったぞ。やあペンギンさん、そしてやあカニさん。いやノイズだんだん増えてきますね。おしまいって言った後にまだこれからさって、お前矛盾してないか。あっけなかったね。あっけなかったね。ああそうですか。うまくなったな。あ、そうそう、敵を倒すとナチュラルマグナム拾うようになったんですよ。これです。あんなに進化させるの苦労したのに普通にポイポイ拾ってんじゃねえよって感じなんですけど、あと新しいバッジでポップペンデュラムっていうのを拾いました。この永遠なれ氷の魂がマスターバッジになったらこっちに付け替えてみようかなと思っています。空間をタッチすることでその方向に貫通ブーメラン弾を飛ばし、当たった敵にダメージを与えるということらしいです。拾いすぎだな。え、これ何？こんなん初めて見た。一文字。敵をタッチすることで月攻撃を行う。敵がどこにいても攻撃可能。攻撃が当たった敵は吹き飛ぶ。一文字、何それ。スラストランス、かっこいいな。これもつけたいですね。ぜひ育ててみたいです。この一文字のブランド、JP オブザモンキーっていうのはこのエース金沢と同じなので、ちょっとイメージ的に強そうな感じがしますね。ただクラスが B クラスってどういうこと。まあバッジは他のやつがマスターになってからデッキを組み替えたいと思います。集中しろ。敵が欄外にいた。戦うだけ無駄だよ。はい、それもういいよ。ペンギン凍らせてもあんまり意味なさそうな気がする。
まだこれからか。バイバイ。任せろ。はい。まだこれからさ。それ。くらえ。いや、消えろ。次もよろしくね。なんでこのヘビを倒した時だけ、というか攻撃した時だけダメージの数が黄色で表示されるのかがわからないんですけど。なかなか楽しめたよ。あどいね、買い物しようかな。でも買い物はなんかね、裏でやった方がいい気がするんですよね。いつも動画時間が短くて、買い物するだけで終わってしまうパートができてしまいそうで怖いので。いや、任せろ。とどめだ。邪魔だよ。まだこれからさ。そこ。任せろ。次もよろしくね。さよなら。まだこれからさ。ヨシュアにとどめ刺されちゃった。なかなか楽しめたよ。まあ、じゃあストーリー進めるためにモルコ前に行きますか。おい、もっと早く走れよ。ふう、僕疲れるの嫌いなんだよね。あ、カンガルー、黒色とかかっこよくね。え、待って、レベル1、レベル1だよ。戦闘とかなりませんよね。あ、なんだこいつ、ノイズか。黒いノイズ、いつものとは違うみたいだね。どうする、逃げる隙はなさそうだよ。戦うしかない。え、しかも2体。1体は攻撃を封じておこう。よし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 。え、待って、相手のヒットポイント出てなくね。どういうこと、無限に続く。あ、死んだ、よかった。そっか、ボスじゃないからヒットポイントなんか表示されないってことか。次もよろしくね。全然食らわなかったな。ディフェンドプラスをゲット。ヨシュア専用。ヨシュアの防御力がアップする。集めた枚数が増えるとさらにアップする。一文字をゲット。またゲットしましたね。ヒヒイロ金をゲット。何だったんだ今の黒いやつ。さあ、半端なく強かったな。そうですかね。それだけじゃないよ。宝球を持ってないとしっかりダメージを与えられないみたいだってね。そうなんだ、全然気づきませんでした。え、そうだったのか。こいつ意外と使えるのか。あれ、ネク君もしかして気づかなかったの。不安だな、パートナーとして。え、フフフって言えなかった。こいつ。それにしてもなぜノイズから襲ってきたんだろう。確かに契約してるのに奇妙だね。セーブセーブ、怖いからセーブ。そしてセーブして、今回のパートをここで一度区切りを入れたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。次回はこの先にあるモルコ前に進みたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それでは